やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。はい、というわけで今日も佐藤人の方やっていきたいと思います。今から向かうのは、東京駅有楽町銀座ライン、何あれ、あ、何、こんにちは、佐藤でございます。今日はね、秋の後ろ飯に乗せたら美味しいものを探し旅ということで、やっていきたいと思います。まずは、調達編ということでやっていきます。東京有楽町銀座ラインには、たくさんのアンテナショップみたいなものがあるらしくてですね、山形県の名産品だったり何々県の名産品だったりみたいなのがたくさんあるみたいなので、そういうものを追って、今回旅をしていきたいと思います。スタートはこちら、じゃん、八重洲口からスタートでございます。あっちの方に行くと銀座なんでね、ぐわーっと歩いていきますよ。の前に俺普通に腹減ってんだよな。ちょっと腹ごしらえしてんだけどさ、お、なんかやってんな。あ、そこなんかやってるね。ちょっと寄ってくか。当日受付入っちゃいけないのこれ。日本蒸留酒祭、 What the fuck、いきなり酒が、これ初っ端から酒入れちゃうの。すいません、今から入れますかね。お願いします。入場料がさ2800円でさ、グラスをもうもらったんだけど、何この祭り。コインみたいのをもらって、これで中で食べ物を食べられるらしい。ここでちょっとタコスを頼みましょう。すいません、ビーフタコスお願いします。はい、ありがとうございます。500円頂戴します。はい、500円のお返しです。ありがとうございます。なんか素敵な機材で撮っていただいて。ああ、そうなんですよ。宣伝しておきますね。あ、お願いします。じゃあポークももらっていいですか。なんと、ありがとうございます。もちろんです。お願いします。450円ですね。はい、失礼します。少々お待ちを。お腹減ったね。いただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。ポークいただきます。ポーク。ほら。強いじゃん。ポークうま。うまー。うまー。引っ腹を解消したのでお酒タイムでございます。サントリー6位マジで1個も分かんない。みんな分かんのこれ。はい、あ、いいですよ、いいですよ。お酒飲みましたか。今来たんですか。買いたくて。あります。カムイウイスキーってとこうまいぞ。よし、リスナーにいるのは助かりますね。じゃあカムイウイスキーからいきますか。何がおすすめですか。水はストレートか、はい、水で割るのを入手してます。じゃあ水割りで。はい、はい、まず割っていただきましょう。あ、香りすごっ。え、全然ツンとこないよ。ウイスキーってさ、嫌なクンってくるじゃん、鼻腔に。全く来ない。めっちゃ飲みやすい。え、危険マジで。アルコール度数めっちゃ高いと思うこれ。
飲みやすすぎる。カムイウイスキー、これ度数何度ぐらいなんだろう。ちょっと待って調べてみるわ。アルコール度数58なんだけど。あぶねえ、ロックじゃなくてよかった。 58? くぅ。いや、ちょっとで正解だわ。こんなにもらえたらメロメロになっちゃうもん。あぶねえ、マジで。なんか潰れてる人がちまちまいんのよ、ベンチで。こりゃ潰れますよ。でさ、酔うとさ、辛い麺が加速すんのよ。超垂れてきてるから。すげえ回ってきてる。やばいやばい。ここで終わるの近く倒れにも程があるだろ。ダメだ。あ、ダメ。今日はこれ以上酒飲まない。ダメダメダメ。これマジでダメ。本当に酔っちゃう。あ、どうも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 。ちょっと昨日。あら、パン出た。うわ、ありがとう、嬉しいわ。ちょっと帰ってきました。後ろシーリングスタッド初めてやって、自分で。すごいじゃん。怖いですよね。ほら。作ってきました、昨日ちょうど。かわいい、ありがとうね。よかった、よかった。ありがとうございます。楽しんでください。ありがとうございます。ハリーポッターみたいやん。いいですよ、いいですよ、いいですよ。はいはいはい、ありがとうございます。やばい、かっこいいですね。ありがとうございます。写真撮ってもらってもいいですか。さすが東京駅だな。ちょっと今子育て中で、娘と嫁にめちゃくちゃ動画見せてます。配信も見せてます。娘に俺の動画見せるのどうなんだよ。危ねえ。はいはい、どうも。毎回ちゃんと来るんだな。来ますよ、ちゃんと。ありがとうございます。あの写真撮ってもいいですか。いいですよ。今月の25日誕生日おめでとう。よく生きたな。これからも頑張っていきろ。ありがとうございます。そして21年です。21年。はい。というわけで、すいません。皆さん、だいぶ方向性がぶれました。結構ベロです。もう寝たい。もう眠りたい。なんで俺東京駅にいんの。はい、これが東京駅で、これが新丸の内ビルかな。で、こっちが丸の内ビルかな。はいはい、どうもどうも、こんにちは。ありがとうございます。いいですよ、いいですよ。頑張った、走った。ずっと後ろ向いてました。あらららら、ありがとう。はい、どうぞ。ありがとう。またね、バイバイ。タイ茶漬けをいただきました。ありがとうございます。新丸の内ビルと丸の内ビルディングには飯屋さんも入ってるけど、ちょっと高いかな。一人単価安くて5000円ぐらいからスタート。はい、でこっからはここの道をまっすぐ行きます。夏休みとかだとね、めっちゃなんかストリートピアノみたいなのたくさんあったんだけど、日本じゃないみたいなんだよね、ここの通りの雰囲気が。デートにおすすめです。でも高いです。ここら辺はあれですね、まさにあの半沢直樹の撮影地とかでもありますね。ナンパ術、丸の内女子のナンパってクソむずそう。キャリアウーマンじゃんの、キャリアウーマン。渋谷と池袋の女みたいにさ、暇してないんだよ。何屋さんだろうあれ。なんか美味しそうだな。チョコレート、マカロン、あかんねん。これはちょっと待って、アンテナショップにたどり着かなくなっちゃう。こんなのやばいわ。寄り道してたらやばいな。寄り道はしないで行こう。コンテナショップに直行します。
これ飲んでいっちゃおう。ココアでございます。ココア、ココアのアイス。どうやって食べればいいか。うまっ、うまっ。なんかジャムが入ってる。こんなおしゃれなマフィンって言ってくし。ああ。うん。ああ。ココア、こゆい。家のココアと全然違うチョコを感じる。やばいやばい。時間が経っていく。急ぐぞみんな。まず1個目は沖縄公式アンテナショップと秋田のふるさとアンテナショップがあります。米から買うか、米重くねえか。でも秋田って言ったら絶対米売ってるよな。みんな知ってる？米って膨らむんよ。どうもどうもどうも。はい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 。大丈夫ですよ、大丈夫ですよ。皆さんにおまけ服見てもらいたくて。かわいいんだよ。ありがとう。かわいいんだよ、めっちゃおしゃれなんだよ。丸の内女子っぽくない？すごい。ハッピーハロウィン、ちょっと早いけど。あーまっし、ありがとう。またね、ありがとう。めっちゃ似合ってるよ。はい、というわけで。もらったー。おいハロウィン、ハロウィン。北海道どさんこプラザお邪魔します。クリームピューレ、プリンなんだこれ。吸うやつか。だってまさにじゃない、やばいエリアじゃん。もらっていいですか。ありがとうございます。これ昆布ですか。はい、はい、いただきます。うまっ。ありがとうございます。おいしい。食べて。一つ目確保しました。試食をして、日高昆布チーメン北海道枠一つ確保しました。北海道代表を手に入れたんですけど、もうちょっと。うわ、酒とば売ってるよみんな、ほら酒とば。うわ、ええ、これ1100円。あ、どうも、あ、どうもどうもどうも。マスカット。わかります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 。なんかよかったら僕、予想しも買いますけど。いい、そんなそんな大丈夫ですよ。ハッピーハロウィンでキャッキャウフフしてるんで。なんかハロウィン的な酒とばとかどうする。確かに酒とばでも欲しいね。ごちそうしてもらうの悪いよ。ダメだよ。いやいやいや、普段楽しませてもらってるんで、そのぐらい。サブスクやと思って。あ、いいっすね。これめっちゃ美味しそう。カウナイソフト。え、1000円買ってもらっていいの。あ、いいっすよ、じゃあ。なんだよ、嬉しいわ。ありがとう。お酒と一緒にね、ちょっとお酒とばの方は食べさせていただきます。ということで、確保しました。皆さん、じゃん。はい、そうですよ、そうですよ。いいですよ、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 食べましょう。あ、PDR って知ってます？何？ PDR。 わかんない。 PDR？ PDR 結構みんな今若者で流行ってるみたい。ちょっとやめてよ、もう煽ってる。何なんで殴ってきてんの。俺の周りはみんなやってますけど、ね、みんなやってる。PDR？ ありがとうございます。ありがとうございます。新潟。あ、新潟のね。あ、新潟系だ。新潟のやつもらいました。海大丈夫ですか。大丈夫大丈夫。今お土産がプラスされちゃったんですけども、もう一度、はい。北海道で、昆布のふりかけと鮭のルイベを手に入れました。雪国商店さんにお邪魔しようと思います。すみません、あの白飯に乗せて美味しいものを探してるんですけど、なんかおすすめだったりってありますかね。白飯に乗せて美味しいもの、はい、あ、この佐渡の
岩もずく海苔ともずく海苔ウニ海苔もずく海苔に、はい、下にウニが入っているので、佐賀のもずくは結構シャキシャキしてるので、あ、そうなんですね。その歯ごたえが美味しい。美味しそう。あとはちょっとしょっぱい系の黒十全ナスの味噌漬け。熱いな。これは本当にご飯がどんどんなくなっていきます。じゃあちょっとこれいただきます。はい、ありがとうございます。助かりました。いいんじゃないでしょうか。店員さんのおすすめを、素直に買っていこうと思います。はいはいはい、いいですよ、いいですよ。ローレンいるのちょっと映していいかい。はい、いいですよ。ほらかわいい。ローレンいますよ。ローレンいますよ。ローレン、うん、撮りましょう撮りましょう。いいですよ、いいですよ。いいね、デザインがかわいいね。これあの VTuber の、あ、そうなんだ。誰よこれ。ちょっと轟京子っていう。ちょっとわかんないんだよな。事務所どこ。これ23です。23じゃの。わかんないな。轟さんの怖いよね。みかん、どうも。あのそうなんですけど、ありがとうございます。すみません、何を持ってきてないんですけど。全然ピンで撮っていただきたいんです。ピンなんだね。ピンで、いいですよ、いいですよ。ありがとうございます。ピンなんだよね。はい、というわけでお次やってまいりましたのは、じゃん、秋田でございます。秋田でございますね。米か、米加工できるよ。しかもちょうどいい大きさじゃない？よし、いきました。そしてこちらですね。タンタタンタンタン。というわけでご飯の上にかけた、うわ、すげえ売り方すげえな。海ぶどうも売っております。すごい。待って、コンビーフ、これって沖縄？じゃあコンビーフハッシュちょっと行きましょうか。あともう一つぐらい、なんかさ、もずく系のご飯に合うやつないのかな。今までちょっとのせる系ばっかりだから、もずくスープしょっぱいでしょ多分。太もずくカップスープにします。ちょっと交通会館時短が閉まっちゃうのかな、ちょっと分かんないんだけど、沖縄をちょっと手短におらして、もずくのスープと、ハッシュドなんとかを手に入れました。いや、取りましょう、取りましょう。おい、自分で買ってみてよくわかんない。いいよ、じゃあ俺やってるよ。ありがとうございます。いい、はい、ありがとうございます。どうぞ、またね。しっかり一回に向かいます。なにここ、待って、最近配信の雑談でさ、タバコの話したばっかじゃん。匂いがすごいわ。出た、ちゃんと海外のやつだ。白飯に合う説ない？すごい、見て、待って、見て、1本1万5970円、ハマキってすげえな。1本なんか買ってみるか。上物だね。楽しい、楽しい。というわけで、来た、じゃん、ザ・博多。わあ、これじゃない？ちっちゃくて良さそう、サイズ感的に。今日買い物めっちゃしてるね。これな、ん？すいません。これって買える？これ？これ見本ですか？見本です、ね。見本ですよね。すいません。はい、売り切れですか？わかりました。ありがとうございます。ふぅ。これや。よいしょ。じゃあここで締めましょうかね。
今日の配信は東京の八重洲口から、そのままぶわっと歩いて有楽町の、交通会館で、いろんな県を、旅しましたという配信でした。明日にはね、夜かな、土鍋で米を、たくさん炊いてその白飯と一緒に食べていきたいと思いますっていう配信をしたいと思います。よかったら見に来てください。というわけで、スタミジャパンの、旅配信でした。お疲れ様でした。楽しかったです。おすすめここ。みんなも行ってみて。はい、さよなら。バイバイ。